第何回目だ ?5 回目 ?5 回目。5回目のコラボです。で、ジムは、ででん、大橋ジムさん。おお、すごい。そういえば、まあね、有名な人何人もいるけど、誰なんでしょうか。これ言っていい今。もう言っちゃってください。僕と階級団を、階級が同じだった、八重樫選手とコラボです。パチ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 。楽しみだね。楽しみだね。この戦いはすごいと思う。同じ階級っていうのがまた上がりますね。なんか楽しみですね。行ってみましょうか。レッツゴー。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、これ靴はどうしたの。あ、じゃあ、脱ぐ。脱いで、はい、じゃあ下駄を適当に入ってもらって、はい、よろしくお願いします。すごい二人だな。すみません。これ今本当ですか。ついてもらってるスタ丼のタレなんですけど、はい、こっちは今日お土産でちょっと持ってきたんで。 ありがとうございます。ぜひ買ってみてください。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。池上君初めてだもんね。僕2回目なんですよ実は。来たことある。1回ね、スパーリングしに来ました。誰と。原選手かな。原龍二。はい。あ、本当、はい、ここに。はい、1回ね。あ、そうなの。でも結構前なんで。だって龍二元気の頃だもんね。はい。あ、そうなんだ。特に1回めっちゃでも緊張感ありましたもん、ここ。そう、なんかアウェー感が怖いって思いました。本当。2回目だ。はい、2回目なんですよ。今日うちのジムちょうどお休みで。あ、なんで貸し切りです。貸し切りで、はい、好きなだけ使ってて。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今から八重樫さんと対談していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあこちらの方で質問するので答えていってください。お願いします。はい、ケンシロウ君のイメージは、はい、どんなボクサーですか。2人は接点ありますか。でも結構一緒の声が出てるもんね。そうっすね、確かに。でもあんま喋ったりってあんまないっすよね、多分。軽量の会場とか、はい、なんか調印式とかで一緒で、はい、あ、こんにちはみたいな感じですね。がっつりっていうのはない。そうですね、もともと僕がライトフライでやってた時もチャンピオンで一瞬だけ被ってるんだよね。ほんま一瞬じゃなかったっすよね。ほんと、だからその時にメリンドとやったっすね。メリンドとやってすぐ俺が負けちゃって、はい、だから1日違ったかな、なんかもう1日くらいだよ ね。そうそう、ケンシロウが取った次の日に俺が負けた。そうっすよね。ああ、ね、僕見に行っててちょっとだけなんかちょびっと解説みたいなのしたんよ。もう衝撃やったもん、あの試合。そんなにうわーってなったもん。え、なん早かったっすもんね。1ラウンドだと思う。ケンシロウくんがやった次の日に俺と村田が、ね、村田だっけが試合で、はいね、そうやそうや、そうそう。だから本当その時ちょうどライトフライ級の世界チャンピオンが日本人で、はい、ケンシロウ君と俺と京口君とか、おお、っていう時代だったね。じゃなかったっけ。多分そうっすね、ありえますねそれで。統一戦がうんちゃらかんちゃらっていう風な感じになってるところで俺がパワーかけるっていう。ああそうやわ。そうそう、だ結構意外と接点あるっす。やる可能性あったんすもんね。そうだね、そうそうそう。そうや、もう意識はしてたもん俺も。同じ階級だし。同じ階級だし。あ、じゃあやる話もあったんですか。話はなかった。どうなの。その前僕負けたんで、だから僕がそのままチャンピオンに いたら分かんなかったんですけど、まあ、京口君もいたし。そうなの。そうそうそう、可能性はあったんだ。興行は結構一緒にやらさせてもらって、ね、あ、そうですよね。フジテレビでやってたから可能性めっちゃあったっすよね。そうだね、実際ね、うん、あれかっこよかったもんね。黄金魂の曲で八重樫さんが入場してくる、はい、かっこよかったね、あれすごいかっこよかった曲まで覚えてそう、曲までね。そうなんですね。そうそうや、ライバル、ね、ライバルだ、ライバル同士の。あれって今いくつだっけ。30歳です。お、そうか、30。あれ30か。あ、じゃあ名古屋ちょっと上なんだ。そうですね。え、京口くんは もっと若いか。あれ、京口くんと名前が一緒だ。一緒じゃないですかね。あ、そう、うん、あの30なんだよ。そうなんですよ、
子供のイメージはそうですね見た目がちょっと幼いんで、そうなんですよ、30になっちゃいましたね。そうなんだ、はい、あそか意外に言ってるんですよ、意外とおっさんなんだね、はい、じゃあ次の質問していきます、はい、この前あの矢吹戦がありました、はい、八重樫さんから見て、はい、どうでしたかその試合。そうですね、まあ、あの実際フルラウンドバッチリ見てないんですけど、はい、まあ、断片的に見させてもらって、はい、そうですね、僕あのそれこそ一番最後の試合の時に矢吹君パートナーで来てもらってて、矢吹君 の実力も分かってたんで、はい、いい試合になるなと思ったんだけど、そうですね、思いのほかそのケンシロウ君が序盤に距離を把握できてないままズルズルっていった感じだったんで、だそういう意味ではそこはまあ矢吹君の強さなのかなと思うけど、でも、まあ、バチバチのいい試合っていうふうには思いました。まあどっちが勝ってもおかしくないような展開の中でこうね、矢吹君が最後引っ張っていったんだけど、まあそれでもお互いのいいところも出たし、うん、なんか見てるファンはすごく喜んだんじゃないかな。もう盛り上がりはね、盛り上がりはね、まあ、検証がね、まあ、取られちゃったからあれだけど、はい、うん、でも、なんかやっぱ日本人同士ならではのすごくいい試合だったなっていうのは思いましたね、うん、こうすればよかったとか、なんかアドバイスあります？あ、欲しいね、ケンシロウ君に教えることは何もない。なんでなんですか？ライガシさんならどう戦ってたか。あ、僕が実際矢吹君と手を合わせた感覚で言ったら、はいはい、ね、スパーリング何ラウンドやったか結構長くやったんだけど、はい、最初距離つかめなくて、はい、この子距離めんどくさいなって、次のスパーリングで距離をすごい取ったの、はい、ある程度取りすぎっていうくらい取ってて、向こうを引き出していって、それに合わせていったら意外と噛み合っていったりとかして、だからなんかあの試合に関して言うと、うん、ケンシロウ君も意外と内気だったし、矢吹君も内気だったんだけど、はい、だそれがあのどっちかって言ったら矢吹君の方にいい方に出たというか、うん、あまりこうケンシロウ君の元々 あのベースにあるボクシングよりもちょっとオフェンスに荷重があったんで、うん、あのそれよりももしアドバイスするんだったら、あの引き気味でいいと思って、向こう側の出方をずっと待っていくような感じの方がコントロールしやすいんじゃないかなと思って。でポイントも取られてたから、その選択肢にできなかったんですよね。あ、そうだよね、はい、あ、そうか、オープン、そうです、そうです、そうだよね、あのラウンだから、ああいう展開で向こうにラウンドが流れていくっていうのは、はい、なんかそのジャッジもあれだけど、そうです、そうです、もう行くしか選択肢がなくなった、そうだね、でポイントを取りに行ったらぐちゃっと巻き込まれたみたいな、はい、だからその序盤のその駆け出しのところでうまーくこうやって引き込むことができると、はい、まあ変な話4ラウンド全部イーブンでもいいくらいこうやっていくと、はい、すごい真面目な話しちゃうんだけど、もう最高ですよ。あ、真面目な話多いんじゃないかなと思って、だ中盤終盤でもうちょっとこうやってて矢吹君が空転させることができるとすごくやりやすいと思うし、それを待ってからかぶっていった方が、はい、あの自分のいいタイミングで打ち合いに突入していけるんじゃないかなって、ね、まあもともとできると思うし、まあ、狙ってた流れではあるんですけどね、うん、初盤の公開採点でちょっと来ると、はい、そうだよね、そうそう、だから WBC ってそれがあるんですよ。だからなんかこうまあ面白いっていうのもあるんですけど、あれって WBC だけですかね。WBC だけ。ああ、そうね。4ラウンド。いい面もありますよね。そうそう。あ、勝ってんじゃん。はい、ああそういうのがあるんですね。こんなんでいいんだみたいな。確かに。もあるし、あれ取れてないんだみたいなのももちろんあるんで。あれ難しいですよ。いいか悪いかの判断は難しいですね。難しいよね。確かに。勝ってたら余裕出るけど、その分相手めっちゃ来ますから ね。で向こうはもう焦ってくるのも分かってるし。はい、っていうね、いろいろこうやりようがあるんですけど、うん、頭を使いますね。ね、すごいですね。じゃあ次の質問していきます、はい、これはあのいろんなボクサーの方に聞いてるんですけど、八重樫さんが、現役の頃、はい、どんな練習サイクル、練習サイクル、はい、あっさ、どんな練習をしてどんな練習サイクルだったかっていう、普段でいいですか、普段で試合どっちがもう健常君する子は両方聞きたいですね。30超えてからも、おー、30超えてから、30超えてからはどっちかというとフィジカルすごいいっぱいやってたから、へえ、まあロードワークは、まあ、朝のロードワークはまあなんかなんて言うんだろう、俺はダイエットみたいな感じで取れる。あ、僕も一緒です、なんか脂肪を、はい、一緒です、はい、それ以外走りってそこまでスタミナ関係しなくないですか。うん、俺もそう思う。ですよね、長い距離ダラ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 走って、はい、
あのちょっとでも脂肪はい、わかりました、わかるそれだけ、それだけ、それ以外にもあんまこれ分かってくれる人いないんですよね、このダイエット感覚。あ、なんか朝のスイッチにもなるじゃん、こう目は覚めますね、パッて起きてパーってずっと走ってると、その例えば40分走るんだったら、その40分の中でいろんなことをぐる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 って考えながら一日を整理をしたりとか。そこまでするんですか。僕も歌聴きながら歌を楽しんでるみたいな。やめろーって、はい、でもそんなもん、何も考えずダイエットぐらいの感じです、本当に。そうだね、はい、トレーニングの一環ではないので、うん、ね、ボクシングとまず全然、そうそう、それが頑張ってもスタミナつかないから。そうっすよね、うん、あれみんなでもスタミナのために走ってるとか言うけど意味あんのかなって。ね、だから別に走んなくてもぶっちゃけいい、うん、と思いますよ。スパーやっときゃ遊びとか、そうそう、他のスタミナをつけるトレーニングに時間使えばいい。わ、うん、かります、わかります。そうそう、確かに。そうでも、うん、朝はでもそんな感じ。フィジカル、フィジカル、午前中フィジカル、午後ボクシングみたいな感じで分けちゃってた。 あと休み問題なんですけど、休み問題、これ結構ね、その30超えてから就任する人がね、聞いてたら多いんですよね。誰、内山さんも、あ、そうだね、長谷川さんも、あ、長谷川さんもそうか、はい、で、みんな30超えたあたりってからやっぱ疲れが取れなくなるらしいんですよね。あ、で、週2になっていってるらしいです。なるほど。どうですか、あの先輩方を申し訳ないんだけど、偉大な先輩2人をちょっと目の前にすると、最近それを聞いてる頃みんなそうなんかなって何も言えなくなっちゃうんだけど、はい、あえて、はい、あの言うのであれば、あの年齢を重ねれば重ねるほど練習量は絶対的に上げなきゃいけないと思ってるの。ああ、落ちていくからってことですね。そうそう、1日休んで落ちるスピードと、はい、まあ、疲労っていうのもあるんだけど、はい、それよりも能力が低下するスピードの方が速いから、だからできるだけ加齢に伴って練習量を上げていく、っていうのをやりながら一日で疲労をズコンって抜く日も作るっていう。だから基本的には休みは一日、疲れたら休むって感じでした。あ、だから週7とか週8で動いてる時もある。動けるのであれば。マジっすか。なんかそうそう、うまく疲労を、その一日の中で疲労を抜くタイミングを作ったりとか、一日完全に緩急したりとかしないの。え、今日一日回るって何もないから休みってやらないで、晩年はね、年食ってから。マジっすか。そうそう、動けるなら動いて、動きながら疲労を抜いていくっていうか、こうなんていうの、動きながら抜けるんですか。そう、アクティブレストっていうの、うん、体を動かしながらの方が疲労抜き具合が早かったりするの。あ、そういう方法があるんですか。そうそうそう。ああ、だから軽症がこれから30になって31、2、3、4でもっと多分どっちかってパフォーマンス上がっていくと思うんだよ。技術的にはね、多分上がっていくと思うんですよ、うん、で、多分それに伴って体も作り変えていくとそれなりにこう上がっていくんだよ、多分30半ばくらいまでは。だそれまではバチバチ練習してていいと思うし、疲れたら休めばいいけど、疲れてないんだったらバンバンやってた方がいい。っていう、この意見もまた違う意見やな、うん、今までと違うね。どっちが正解とかなんやろうな、これ、うん、そうだ、自分に合うの、合う方ってことですよね。それが一番、あ、これ調子いいなっていうのを見つけるのもそっからの作業になる。え、何もしないと不安になる感じですか。ってわけではないですか。うん、なんか動いてるのがなんか体の調子がいい、っていう。なんか週1休みとかだと、あ、もう休み終わったんってなるじゃないですか。もうサザエさんだみたいな。そうそう、僕そういうタイプなんですよね。だからそのみんな休みを週2とかにして、だから週2の休みのうちの午前中だけやったりみたいなとかは結構聞くんですけど、そうした方がいいんかなって今までなってましたけど、また新しいゲームがこれ、うん、あ、自分の体に合わせて。そうそう、だから疲れたら休めばいいし、はい、疲れてないのに休みを迎えてもしょうがないじゃん。ああ、でも休みを楽しみに頑張るじゃないですか。あ、それでこうリフレッシュできるならいいけど、なんか俺は動けるから動こうみたいな。あ、すごいな、それだったかな。へえ、練習量は多い方ですかね。どうなんだろうね、一人で練習してたような気もするけど、ね、でもなんかいろんなことやりたかったから、フィジカルもそうだけどボクシングもいろんなトレーニングしたかったから興味があったんだろうね、だから やってた。へえ、これはいい、いいこと聞きましたね。違う意見を聞けた、
じゃあ次の質問いきます、はい。先日内山隆さんとコラボの方したんですが、その時にスパーリングの方もしまして、まあ、ボディがやっぱ強烈なね音を出してたんですが、実際肋骨をびっくりしましたよ聞いて。えぐくない？あの怖いっすね。打っちゃダメだよ俺たち。耐久が違いすぎるっていうかね。打っちゃダメなんですよね。いやだってシャドウを見てびっくりしました。音出ないですか？ボンボンボン。はい。あれ何なんですかね。シャドウで感動した初めてでしたもん。え、何これ。なんか特殊な人だよね。ですよね。でも44とかですよね。いや考えられへんかった。なんだスピードしかも全然落ちてなかった。そうだね、体もガチって上がるし、はい、でも何もしてないでしょ、うん、いや多分やっちゃんやってんじゃない。やってないやってない。あんまりやってないって言わなかった。でもうん、足もすごい細いしね。細い。何もせんでも変わらへん。いや、あれはもうかけてやってるんすか。そういうタイプですね。嘘つきじゃん。すごかったもんね音が。いやすごかった。ブンブン鳴ってましたもんね。めっちゃ筋トレとかしてんのかなと思ったけど、いやね、いつもお酒飲んでる。いつもお酒飲んでる。それは間違いじゃないですか。それは間違いじゃない。あ、それはもうない。でもあの人は現役の頃からそうだったもんね。なんかお酒飲んでもあの次の日ちゃんと朝起きて必ず走るし、うん、ちゃんとトレーニングするしみたいな。体型も変わんないって言ってた。だってあの日減量もなかったよね。ないですよね。それ聞いてびっくりしました。俺肋骨折られた時体重そんな変わってないくらいだった。62、3だったから。肋骨折られるたまんないっすわ。だから僕も言っときました。肋骨は折らないでください。最初にちゃんと。でもあの人は八重樫だから打ってもいいだと思ったみたいで。後輩なんですか。後輩。あ、1年生の時の4年生の人だった。キャプテンだからね。魚やないやつ。でも俺もワンチャンあったら倒しに行って。あ、一発当たんねえかな。距離も遠いっすよね。違う、あそこのリング狭いじゃん。はいはい。一歩下がったらもうロープなんだよね。ダメなんだよ。確かに狭いのは狭い。でもいい勉強にはなりました。怖いけど。怖かったっす。あんま行きたくないんだよ。あそこのジムはなんか用がない時は絶対行かない。じゃあ次いきます。八重樫さんの、はい、減量後の勝負飯は。勝負飯、いやうなぎ、うん、かな。多いっすね。うなぎ多いよね。多分俺も多いと思う。はい、内山さんもうなぎって言ってたもんね。言ってた。あ、本当っすか。はい、言ってました。勝負飯ない。もう決まった。特にないっすね。なんかいつもなんかお肉食ってるイメージあるな。はい、最近お肉食べてないんで。やっぱ年齢もあるからお肉やめた方がいいかなダメージが。胃のダメージがでかいかなって。なんかいつも計量終わったってすごい。そうですね。太くてもね。いいお肉を食べてました。でもそれはちょっと年齢もあるからやめました。最近は。最近もお粥から入ってます。大人になったね。大人になった。そうなんですよ。30歳になりましたから。さすがに考えないとなって思って。でもそこを変えて変わるんかって言われて分かんないです。ああ。別に肉でもいいんじゃないかとは思ったりはしますけど、ね。食えるんだったら、ね。はい。自分になってくる。名古屋とかも未だに肉食ってるもんね。ああ。なんかそうだな。その計量終わった後の一発目の食事とかのおかゆとかにしてて、はい、最後の夜ご飯だった。ああ、そうですね。今隔離とかで焼肉とか行けないから。そうだよ、ね。って感じですよね。自炊自炊って感じですけど。やっぱうなぎでしたね。ケンシロウ君もうなぎを今回は、ね、みんな言うんだから。なんで？やっぱ演技的な問題。美味しいからですかね。生命力つくとかも言いますしね。ああ、そうだよね。スタミナがとか言って、うん、あんま変わんないですよね。実際多分うなぎの脂を取ったら体には良くないに決まってるんで。肉と変わんないですもんね。全然変わる。まあただ美味しいんじゃないかなと。美味しい。あと自分の炭水化物も合いますし、ね。そうそう。米いっぱいにしてうなぎチョコレート、ね。そうですね。そうです。だからその肉とか。うん。結果美味しいものが食べたい。本当は食べなくてもいいくらい。そうですね。あのタレうまいっすもんね。でもね、うん、減量終わった後は最高だね。最高っすよね。減量きつかったっすよね。減量きつかったかな。ライトぐらいの時は10キロないくらいかな。でもあ、だって今そうかね、はい、でしょ。一緒ぐらいっすね。しんどいでしょ。しんどいっすね。そうしんどい。今どんぐらいですか。まあ、そこまで変わんないですよね。いや、60ちょいくらい。ないくらい。そこまで変わんないですね。うん、気をつけてますか。
いや、でも普段現役中とあんま変わんない食生活。おお、へえ。食べたいとか、ああ、いざ減量なくなると何もない。なんか美味しいものは美味しいし、そうなっていくんだ。寂しいよ。ああ、あの感じですか、減量の食べた時の感じですか。まあ、あれは全くないでも、だけど減量しようとも思わない。いや、無理っすね。何もなかったら無理っすよね。目標がないじゃん、はい、そうだからね、なんかそうなんだ、ね、動いたりはしたがるんですか。ちょこちょこ。あ、してるんですか。なんか、まあその中脇ってやつ、竹井っていう2人見てて、はいはい、に合わせてちょこちょこ飲むとか。へぇ、マスとかもやったりするんですか。マスとかやるよね。へぇ、動ける範囲で。動けないで、スタミナがない。あー、走ったりはしてないですか。全然してない。あー、走るのが嫌いだもんね。あー、そうなんですか。気分転換でなんか走ったら、なんかね、ずーっと毎日走ってるともうなんか歯磨きみたいにやるから、はい、何の苦もないんだけど、一回やめちゃうと無理ですか。うん、何のために走ってるんだ。ああ、それこそもうダイエット感覚でみたいな。なんかね、でも走んなくても痩せれるじゃん。あ、まあ食事でどうにか、ね、食事のコントロールだけで痩せれるから、はい、その走るっていう行為が好きじゃない、多分。ああ、そうか。やめたらどうなんだろうな、走るんかなとか思ったりするもんな。うん、でもボクシングはしたくなります。なるね、やっぱり。こいつには負けねえと思う。まあ、この子くらいにはまだ負けない。まあ、ある程度だったら絶対勝てますもんね。勝てる自信があるから。スタミナなくても技術である程度ね。もう実際蓋開けてみたら分かんない。現実を突きつけられたら怖い。まだやらないけど。あ、トレーナーになろうと思ったのとかって何なんですか。なんでだろうね。引退するときに、はい、ちょっと前くらいかに会長にこの子見てくれって言われて。中脇かな、うん、トレーナーになるって言ってないんですか。言ってなかったんだけど、まあいいかなと思って。へえ。まあ、なんかなりたくなったわけじゃないって言うと多分武井高美してるすごい悪いかな。でも入りってまあバラバラっすから、ね、まあね、やってから好きになるパターンもありますよね。教えるのはでも難しいと思ってた。わかります。だから僕もトレーナーとかには無理やなと思うんですよ。教えるの相当難しいじゃないですか。教えるの難しい。トレーナーを見てて思うんですよね。あ、この知識すごいなと思ったりするんですよね。で、絶対で、それを教えるってめっちゃむずいじゃないですか。伝えるってことですか。そうです、そうです。俺できるけど、なんでできるのって言っちゃダメなんだよ、はい、そうなんですよ。それやっちゃったらアウトだから、はい、なんでできるのになるじゃないですか。でもそれを噛み砕いて教えてあげないとダメなわけじゃないですか。こうやってやるんだよ、こうやってやるんだよっていうのは。それができひんと思うんですよね、僕。そう、分かる。そう、分かるでしょ。難しい。だからトレーナーってすごいなって思うんですよね、うん、だから引退してやってはるじゃないですか、うん、すごいって思うんですよね、それ教えるの。なんかさ、その子によるんだよ、その教え、なんか感覚で教えれることを。ああ、理解してくれる子はしてくれますもんね。そうそうそう。言葉の使い分けとかもするけど、あ、難しい。いや、自分がやった方が100倍楽だよね。いや、それは思います。だから現役って一番やっぱいい。そうか、本当に自分っすもんね。そうそう、自分さえ良ければ何でもいいから、はい、責任感もあるんですよね、トレーナー。そうだね。だって勝たせない、俺の力で勝たせるというよりかは一緒に勝っていかなきゃいけないと思うんですよね。絶対難しいですよね。難しいよね。やっぱ違うプレッシャーあるんですか。いや、でも負けたら俺のせいじゃないし。でもまあ結果はそうなんですよね。ってなるけど、究極ね。でもやっぱそれも気持ちも分かりますね。でもなんかね、この前中脇って子がドローだったんだけど、はい、勝ったような試合だと思ってたの俺は。そのやってる8ラウンドだったんだけど、採点自分の中でもやってて、はい、ああまあまあポイント取ってるだろうと思って蓋開けてみたら取れてないラウンドとかもあって、それ多分俺のミスだな。ここでちゃんと自分でこの子の採点して、あの取られてるとか取ってるとかって見極めて指示出していかないと、はい、と思ったら多分あのそのドローってもしかしたら俺がもうちょっとどうにかできたのかもしれないな。そうですか、ポイント取っとけばね、どっかでとかするね。って思ったら、あ、やっぱ力不足だ。その子は一生懸命出し切ったから、それでドローになったってことは、そのね、教え方次第でこう勝てる試合ではあるんですもんね。そうそうそう、ドローって。そう思うと、あ、俺のせいだ。
それも勉強って感じですよね。これから。いや難しいな、トレーナー。すごいっすよ、だから。お寿司虫ないよ。あとはミットとかですごい体が蝕まれる。肘とか腰とかって言いますよね。そう、肩とかも。やっぱ俺たち現役の子はね、はい、一生懸命ですよ、バン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 って力で打つけど、はい、それって実はあんまりこう当たなんか跳ね返りの衝撃がないから、はい、楽なのかな。打ってる側ですもんね。そう、はい、持ってる側はそれが全部体にこう吸収されてる。しんどい、きますやっぱり、うん、肘とか前腕とかパンパンだよね。へえー、あそんな来るんですか。来るね、まあ、本当そう、体に悪い。加藤さん、いつもありがとうございます。加藤さん、感謝ですよね。そう、本当感謝ですね。実際本当そのミットとか持ってて、ああトレーナーってすごかったんだなって思う。だってそれを何にも何にも一日持つわけですもん ね。相当きついと思うよ。確かに。すごいっすよね。でも痛くても持たなあかん。ね、選手試合じゃん。はい。持たなきゃいけないじゃん。確かに。今日持ちたくねーとかないんですか。全然ある。やっぱあるんですね。今日しんどいなみたいな。そう、竹井とかパンチめっちゃ強いからさ、はい、腕もげるんじゃねえかなってなる。へぇー、そんなすごいね。もう今日も持たなきゃいけないじゃんと思うと。そっか。まあでもね、そういうのもあっても、でも試合でその子が勝ったら、まあ、まあまあ、あ報われる感じはあるかな、多少ね。多少ね、体はね、確かに。ケアもしているんですか、じゃあ。トレーナーになっても。本当、そう、しんどくなったら、ずっと行ってたハリーの先生がいて、見てもらうけど、結構、現役の時よりボロボロになってる時があるから。へぇー、そんな来るんや。やめた方がいい。いいこと聞いたね、いろいろ、今日は。教えたい願望もないからね。いや、いずれ芽生えんのかなとか思ったりもするけど。あ、先週の時はなかったですよね、別に。そう、自分が一番。そうですね。それそうっすね。どっからかね、変わってくる人。どうなるんだろう。引退した後って、現役の時考えました？いや、考えないようにしたんだろう。考えなきゃいけないんだろうけど、考えないようにした時がある。決まって何するんだろうとか思ったりしますよね、やっぱり。あ、そうでしょ。不安じゃないですか。何する、何を。いや、もう全然わかんないですけど、不安になったりはしますね。絶対なんかしないとダメじゃないですか。そうだ、なったら何するんだろう。一番最初何始めたんですか。俺でも引退する解説とかもやってはりましたよね。そう、ずっと解説やってたね、なぜか生まれて。そうだね。なんか会社あったあるじゃないですか。ああ、あれはいつからなんですか。現役の頃からやってたけど、そんなに力入れてなかったとか。現役の頃からですか。うん、すごっ。それはもう将来に向けてってことですか。いや、なんでやったんだろうね。あ、そんな感じなんですか。なんかざっくり、いや、その将来のことも多分考えてたんだろうけど。絶対そうですよね。でも、現役の時は、はい、引退した後のことを考えたら、俺はもう現役でいれなくなってしまうような、なんか感覚があるから、考えないように逆に知ったのかな。年食ってからはもうなんかできるだけ頑張ろうみたいな。ああ、集中して。そうそう、できるだけ、できる限り頑張ろうって思ってたから。終わってからでいいやと思って。でも内山さんとかは現役中にジムやったらみたいな。言ってたね。そうだね。この人はなんかビジネスマンだった。そうね。なんか今も上手いことやってるじゃないですか。ね。それも聞いてきましたもん。いつから考えてたんですか。聞いてきた。はい。あの人はでもなんか社会人経験があるからさ。え、あ、そうなんですか。あの人一回アマチュア辞めて、はい、観光会社に就職して何年かやってたんだよ。あ、そうなんですか。だからデビューは多分俺の方が早いプロ。俺が大学行って卒業してすぐプロになって、先輩が何年間か3年くらいやってた。ボクシング離れた方なんですか。うん。オリンピックがダメでアジア大会で負けた。で、辞めちゃって、それ戻ってきてなかった。そうそう、デビュー遅いの、25とかじゃなかった。意外と、すごいな。そんな人いないよ。それで世界チャンピオンか。なんかね、入ってますよ。すごい。そう。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたでしょうか、この対談。意外とレアだよね。
ないですもんね。話したことほとんどないもんね。結構喋りましたよね、しかも。そうだね。これ撮ったら30分ぐらいか。そう、30分ぐらい。ぐらいか。いや、いろいろいいこと聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、じゃあ、コメント、高評価、何だっけ。チャンネル登録。チャンネル登録。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、次回の動画もぜひ見てください。じゃあね、バイバーイ。